マヨット。マヨットは、フランスの海外圏、であり、海外地域圏、である。アフリカ大陸南東、マダガスカル島との間のモザンビーク海峡に浮かぶ、コモロ諸島に属する島である。コモロ諸島の最も南東に位置する。マヨット島を除く、他の島々は、独立国家コモロ連合であり、同国はフランスに対し、マヨット島の領有権及び返還を主張している。 フランス語名は、マヨット。英語読みでは、マイオット。フランス領となる以前からの伝統的名称は、マホル、マオレで、この島の貴族を主張するコモロは、こちらで呼んでいる。日本語の表記は、マヨットが、最も多く、マヨット、マホレ、マオレとも書かれる。1843年、フランスは、海賊の被害に悩まされていた島民の要請に、基づき、 この島を俗領としていた、マダガスカルの王からこの島を買収して、フランスの保護領とした。その後、他の小ロ諸島と共に植民地化した。1912年7月25日、小ロ諸島植民地は、フランス領マダガスカルに併合。第二次世界大戦中は、マヨット島に、イギリス海軍の基地が置かれた。1946年に、 自治領になり、1958年にマダガスカルがフランス共同体の自治共和国になったため、コモロ諸島はフランス海外領土となった。その後、1961年に内政自治権が認められた。1962年、コモロ諸島の主婦がマヨット島のザウジからグランドコモロ島のモロに移転された。1974年12月22日に、 小ロ諸島全域でフランスからの独立に関する住民投票が行われ、独立賛成が多数を占めたが、唯一マヨット島のみが反対票が多かった。そのため、マヨット島の処遇について、フランス政府と小ロ自治政府で話し合いが持たれたが、結論が出る前の1975年7月6日に、マヨット島を含む小ロ諸島全体について独立を宣言した。 これに対して、マヨット島では、1976年2月8日及び4月11日に、再度住民投票を行い、フランス残留と自治権拡大について、賛成多数となり、フランス政府は、この結果を受諾した。そのため、コモロは国連に裁定を委ねた。10月21日国連総会は、住民投票における、フランスの不正の疑いが強いことを理由に、 マヨット島の小室貴族を決議した。しかし、フランスは、この決議には従わず、自治権を拡大するため、12月1日にマヨットを、領土的共同体とした。さらに、フランス本土で、地方文献化が進むのに合わせて、海外権、海外領土への権限以上を推進するため、2000年7月の住民投票での賛成を経て、2001年7月11日に、 実験的な制度である海外準権になった。2009年3月29日の住民投票で賛成派が95%を占めたため2011年3月31日よりフランスの海外圏になった。海外圏になることはフランス本土と同じ法と社会システムを採用することを意味する。2014年1月1日より EU の完全な一部となった。 フランス本土と同様、行政主張は、県会議員によって誤選された、県会議長が兼任する。任期は6年。大統領が任命する知事、プリーフェクトは、中央政府と地方自治体との調整役を務めるにとどまる。県会は、全19議席。任期3年で、住民の直接選挙で選出される。また、マヨットの住民は、フランスの上院と下院に、 それぞれ一名の代表を送ることが認められている。マヨット島、マホレ島は、小室諸島の南東端に位置する。元島、通称、グランドテール、大島と、パマンジ島、通称、プティトテール、小島、その他周辺の小島及び、サンゴ礁で構成されている。本島は、小室諸島の中で、地質学上最も古くに形成された、火山島である。 火山岩のため土壌は肥沃である。最高地点は標高660メートルのベナラ山である。島全体を珊瑚礁が包囲するため、その内側の海は穏やかで、漁船及び軍艦の対飛行として役立っており、また、マリンスポーツにも適している。肥沃な土壌に恵まれているため農業を中心にして、漁業、畜産が行われている。しかし、 狭い高地を輸出用作物に割いてしまっているため、自給自足はできず、食料需要の大部分をフランスからの輸入に依存している。また、交通が不便なため、観光業は不振である。輸出されている農作物は、バニラ、イランイラン、コーヒーなど、1997年からマヨット独自の切手を発行してきたが、海外圏に昇格したことで発行が終了し、 2011年4月1日より、フランス本土と同じ切手が再導入されることとなった。現在は、マヨット切手とフランス切手の移行期間である。ムスリム、イスラム教徒で占められる周辺の小諸諸島の他の、島々やマダガスカルに比べ、マヨット島にはカトリックが多いと言われるが、住人の大半がムスリムであることに変わりはない。マヨットの子供は6歳になると小学校と、 マドラサに並行して通う。公用語のフランス語を話すのは、住民の約3分の1、地域言語としてマダガスカル語やスワヒリ語の方言、コモロ語などが話されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。